さあ、おはようございます。マーティンダーメン役は金太です。今回は本当の水戸黄門の話をします。その水戸黄門は徳川光圀です。徳川家康の孫だそうでございます。水戸城下、これね、生まれて、その後、跡継ぎが決まって、徳川家光と一文字当てられて、徳川光圀、水戸光圀公に合わせだぞ。少年時代も暴れん坊なのは意外でしたね。はい。歴史はすごかったね。34歳で、まあ、父の方針でいろいろ務め、城下町整備、あとはいろいろ行ったね。侍塚古墳の発見も行ったり、発掘とかね、大日本史改ざんですね、編纂してね、すごい着手しましたね。いやー、大変ですね、はい。徳川綱吉は勝負より、哀れみの礼には批判的で、綱吉をいさめたと言われるそうです。63歳で兄の、讃岐の高松です。高知県高松市の松平頼重の子、綱枝に藩主を譲ると、青山荘を建てて移り住み、まあ、力を尽くしたそうです。水戸黄門万有記のモデルで、テレビドラマで活躍。やはり、水戸黄門はすごかったね。スケさん、カクさん、参り飯うか。はい、以上です。バイバイ。